っと待ってくださいね。あ、もう2人とも押しちゃう。うん、もう始めちゃっても大丈夫。ちょっと待ってください、押せない。同時には難しいと思う。はいはい、ちょっと待ってください。始まってる。あ、みんなどのアカウントで見ようっていうの悩んじゃうんだ。犬飼さんのか私のか公式のドラマの公式か。誰でも見れますよって伝えてあげた方がいい。誰でも見れますよ。あ、サレブルの公式インスタグラムの方でもインスタライブをやってるし、僕の、インスタグラム、あ、そっか、僕のインスタグラムアカウントを開いてるかわかんのか。僕のインスタグラムアカウントでも、インスタライブをやってますし、堀さんのインスタグラムアカウントでも、インスタライブをやってます。やってます。ぜひ見てください。コメントに固定しちゃおう。犬飼さんの。あ、そんなのある。犬飼さんの公式アカウントでも見れます。若干堀さんのやつだと犬飼さんが入ってる。あ、ごめんなさい。え？あれ、今入ってます。はい、私が犬飼さんのに今ちょっと。あ、入ってる入ってる。あ、やばい。コメント流れちゃう。これ。あ、そんな機能あるんですね。コメント固定をコメントを。ビルド。
思う。でもノブくんのマッシュもかっこいいですよね。本当ですか？マッシュヘアのノブくん。僕多分人生初マッシュだったと思うんですけど、はい。ちょっとなんかドキドキしましたね、初めての髪型っていうのは。すごい。でもノブくんでした。本当ですか？うん、あと僕あのピアスも普段つけないので、うんうんうん、すごく新鮮。そうが詰まってますよね、のぶくんって。あ、そうですか、うん、でも確かに男性目線から見てもうわ、すっげえ優しいなってなるかもしれないですね、うんうん、料理もうまいし。確かにそうですね。愛子さんの方は、愛子さんは、はい、思ったことをはっきり言うところ。あ、なんかやっぱこうあまり自分の意見が言えない方とかも多いと思う世の中で、はい、もうズバズバ言っていくのが逆に気持ちいいなっていう。うん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 、なんか縛られてないっていう感じですよね。そうですね。もう本当本能的に生きてるところが、うん、なんか面白いなと思いますね。確かに、うん、それはすごい感じました。してることはダメだけど、うん、なんか面白い人物だなと思います、キャラクターとして。じゃあ友達としてはありですか、なしですか？なしです。なしですね、はい。なしということで。すいません、はい、はい、で次、最後いきます。何ですか、うん、何？じゃあ、びっくりした、なんかついてるの。大丈夫ですか？はい、はい、いきます。ババンと、アンドスタートさんは何で言ってくれなかった？いや、もう時の流れに身を任せてた、ごめんなさい、すいません。
あ、ブスタートさんの YouTube の方でも、はい、この配信させてもらうので、ぜひ皆さんそちらの方もチェックよろしくお願いします。お願いします。じゃあまたね。ではまた生放送でお会いしましょう。バイバーイ。顔真っ赤っかになっちゃった。